こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。OK、毎年やってる、今年のベストレンズとベストカメラのシリーズを今年も2022年にやります。で、今回はこの動画では今年2022年のベストレンズ、そして面白いレンズ、そして何やこれみたいなレンズを結構いろいろまとめたので、一体何が出たかを見ながら話すので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そして、イントロが流れている間に、ぜひ皆さんにとって今年の、一番いいなと思ったレンズをコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。では本題に入りましょう。スタート。OK、もし私のチャンネル初めて見ている人だったら、イルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話、普段アップしているので、初めての人だったら、ぜひフォローしてくれたら、めっちゃ嬉しいです。で、なんかね、今年は、今までにこの企画、あのベストレンズ動画をやってる中で、一番なんか面白くなかった年だった気がします。カメラの方、特にカメラの方。でもまあレンズはちょっといろいろあったんだけど、でも一番なんか少なかった気がします。え、これじゃんと思うレンズがなんか意外と少なかった。でもまあちょっといろいろもうまとめたので、一体何があるかちょっと見ていきましょう。でまず、ちょっとキヤノンの方を見ていきましょう。いろいろ出ました。キヤノンはもう7本ぐらいと出まして、一体ちょっと何が出たかをざーっと見てから、今年の、まあ、やべえじゃんとか、なんやこれのところも行きます。キヤノンは 135mm 出したり、24mm 出したり、1.8 とか出したり、15から 35mm のちょっと暗めなズーム出したり、あとスーパー長いやつ 800mm と 1200mm。これ逆にちょっと使ってみたいなというレンズ。あと、APS-C の18から45と18から105mm。で、ニコンも6本ぐらい出たんだけど、40mm だったり、600mm だったり、長い、17から28、あとめっちゃ長いやつ、400、800、400もう1本、2.8 と 4.5、サミアンもちょっと面白い、ソニー用のフルサイズ、135mm レンズも出してます。タムロンも結構面白いの出てますね、いつも。単焦点レンズよりもズームレンズかな、20から40なかなかないやつとか。で、意外とソニーも富士フィルムも APS-C 用のレンズも結構頑張ってるなと思った。今年の出てる APS-C 用のレンズを見てたら、他のメーカーと違ってキヤノンの APS-C レンズはなんじゃこれってしかないやつでしかって思うやつしかないので、今のところソニーは 14mm の 1.8 だったり、 15mm の 1.4 だったり、結構面白いのあります。で、まあ、シグマも今年はそんなにいっぱいレンズ出してないんだよね。EF マウント特に、まあ、3本しかないんだけど。で、まずちょっと今年の、謎と言ってもいいのかな、もういつもそういうカテゴリー前去年も作ってたんだけど、去年の謎はサンミアンの RF レンズのレンズ3本ぐらいあったんだけど、それ急に市場から何にも情報なしでも消えてしまったところが去年の謎だったんだけど、今年の謎はちょっと違う意味での謎で、キヤノンの APS-C マウント自体がちょっと謎かな。で、何が謎かというと、カメラが本当に私も実は触ったんだけど、全然すごく、まあ、キヤノンの RF マウントのカメラで、さすがキヤノンが作ってるカメラだなって、すごくいいカメラだったんだけど、レンズが全くなくて、でしかも2本あるんだけど、その2本のレンズがもう全く何も分かってない初心者が入るような感じのレンズです。自分も多分カメラまだ全く知識なかったら、多分そのレンズを買おうと思います。ただ本当に2本しかないです。どういうレンズかというと、キヤノンの18から 45mm の 4.5 から F6.3 までのレンズ。確かに私がカメラ始めた時に似てるようなレンズ買ってたと思います。18から 200mm のキヤノンの、F4.5 から F6.3 まで、しばらく1ヶ月ぐらい近く使って、これねえじゃんと思って、すぐ
追ってしまったんだけど、もう一本のレンズもそう、18mm から 150mm、 F3.5 から F6.3 まで、これは本当にカメラ始めた時にしか使わない、もうそれか本当にもう別にそんなカメラない興味ないし、もうこれでいいじゃんと思う、人のためのレンズでちょっとだけ興味を持ってしまったら、いろいろ調べるとキヤノン APS-C マウントなんか明るい単焦点レンズでもないのかなと思って調べたらもうない、本当にない、フルサイズレンズ用の大きくて高いレンズしかないので、これ結構要注意、キヤノンの APS-C マウントを買う人だから、全くレンズないと言ってもいい状態だと思います、このキヤノンの RF-S マウント。このレンズ2本しかないんだけど、もう本当に謎でしかない、もうちょっとせめて1本2本ぐらい単焦点レンズで頑張ってくれたら、なんかもうちょっといろいろ違うと思ったのにな、でちょっとそれだけの動画を作ろうと思ってます、もしアップしてたら下の概要欄に多分入ってると思います。これ結構キヤノン何してんねんって多分今年のもしかしたら一番の謎かもしれません。これについて皆さんもどう思ってるか、ぜひ下のコメント欄に教えてくれたら、きっとキヤノン様もこの動画見てくれてると思うので、コメントしてくれたらめっちゃ嬉しいです。で、面白いレンズ、今年の結構面白いなと個人的に思ったレンズがタムロンです。 20mm から40mm のズームレンズ、あまりズームレンズそんな使うことないかもしれないけど、これは面白い、しかも透視のズームレンズ、透視の F2.8 20から 40mm、 これは結構いいなと思いました。だからもう今年の面白いレンズを、20mm から 40mm のタムロンのレンズにしてます。皆さん今年のなんかこれ面白いってレンズもしあればまたぜひコメント欄で教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。で次はもう今年の軽いレンズ、軽いレンズ、軽くて多分でもそれもズームレンズで、個人的に多分そんな使う場面のは自分でもないかもしれないんだけど、でもうすごい実際にちょっと触った、発売前に触る機会があったんだけど、このレンズを、ソニーの、16mm から 35mm の、G レンズ F4のレンズで、すごい軽くて、だいたい 300g ちょっとぐらいだったかな、 350g ぐらいだったかな、スペック上 350g の、多分私がもしそのレンズを持って使うってなったら、おそらく 16mm しか使わないかもしれません。ただもうすごい、動画撮る人には結構向いてるかもしれません、すごいいいレンズだったんじゃないかなと思います、ソニーの、16から 35mm。で次は、今年の安いレンズって、言ってるんだけど、決して安いレンズではないけど、他のメーカーの同じ焦点距離、同じタイプのレンズに比べたらだいぶ安いレンズが一つあって、それがサンミャンの 135mm の F1.8、実際それも1回か2回触ったんだけど、結構なんかデザインもかっこよくてすごいちょっと高級感があって、なんかいい感じのレンズだったので、ここに入れました。値段は、決して安くないんだけど、だいたい10万ぐらいするんだけど、他のメーカーの 135mm はキヤノンのは確か32、3万だったかな、結構高かったし、ソニーの 135mm も素晴らしいけど、多分20何万とかだったりしてたので、それに比べても3分の1の価格、そしてすごいいいレンズだなと思います。次はもうトップ3に行く前に、今年のもうノミネートの5本、もここもあったけど、でも結局選ばなかったレンズが5本あって、ここに今までも話題になったレンズも、2本入ってるんだけど、タムロンの20から 40mm もここに入ってます、ここに入れました。次はニコン の Z の 40mm の F2、 それも結構いい感じ、すごいコンパクトで、それもコンパクトで、めっちゃなんかデザインもかっこよくて、結構いい感じのレンズでした、 40mm の F2。 次はソニーの24から 70mm の F2.8 の G マスターの2型のレンズ、前のとは若干軽くなったり、よりは軽くなったりして、それもちょっと使う機会がありました。結構、素晴らしいレンズだけど、
でも個人的に24から70で行くよりも24の単焦点 F1.4 と 85mm の単焦点の F1.4 の両方で行った方がきっともっとかっこいい写真が撮れるけど、ズームが必要な時にはまあ多分あると思います。そういう時には結構便利かなと思います。そして次の4番目のノミネートは SIGMA の 16mm から 28mm のコンテンポラリーシリーズのフルサイズ用のズームレンズ、それもすごい使いました。すごいいっぱい使って、特に 16mm とか星空で撮ったりとか結構面白い。そのレンズも軽くて結構いい感じのレンズです。SIGMA の16から 28mm のレンズです。そして最後はもう話題になったけど、サンミアンの 135mm の F1.8、 もしかしたらもうちょっと使う機会があったらもしかしたらトップ3に入ったかもしれませんが、ちょっとしか使ってないので結局ノミネートのところに入れます。 135mm サンミアン F1.8 でベスト3に行きます。ここなんか去年のやつ見るとすごい、今年また選べるレンズ少なかったんだよな。去年とかソニーの70-200mm が F3 位になって、 SIGMA の 35mm の F1.4 が2位になって、そして1位がソニーの、G マスター 50mm F1.2、 素晴らしい。一昨年は SIGMA の 85mm が1番、ソニーの 10mm G4、 ニコンの 50mm の F1.2、 だからそういうすごいなんかポートレートとかいろいろ使えるレンズだったんだけど、今年は意外とそういうのが少なかったんだよね。で、もう2位と3位がもうシグマにしてます。で、そう、なんだろうな、本当になかった他に。シグマの 24mm の F1.4 が3位にしてます。私 24mm はポートレートで結構好きなんで、出た時には結構すごい今でも使ってます。24mm の F1.4 が、3位にしてます。そして2位がシグマの、もうこのほぼ毎日使ってるぐらいのレンズです。シグマの 20mm の F1.4。20と24は結構近いじゃんってなるかもしれないけど、全然違います。もう広角になると 1mm でもだいぶ違うので、2位がシグマの 20mm。ちょっとそれで撮影してる写真何枚か出してみようかな、こんな感じで。20mm の F1.4 で撮影している写真、ほんとすごいレンズ。超広角の一番狭いところかな。うん。まあ、ワイドではない、もう超広角だけど、でも超広角ほどのなんか歪みとかがなかったりとか、もうすごい、いいレンズです。20mm の F1.4、すごい、多分今年の一番使っているレンズのトップ3、4ぐらいに入っているかなと思います。そして、1番、ここめっちゃ悩んだけどな、1番、このレンズにするかしないか。なぜかというと、まだ出てないじゃんって言われるかもしれないけど、確かに出てないけど、なんかそれ以外なかったんだよね。結局触ったので、そのレンズをもう2回ぐらい実際に触ってみたし、まあ、今年発表されたし、まあいいかなと思いました。そしてもう 135mm ってもう私の大好きな焦点距離なので、もう1位にしました。キャノンの RF135mm の F1.8 の L レンズ、多分バケモンレンズだと思います。2回触った時にもう、マジやべえじゃんと思ったこのレンズです。 135mm もポートレートにはもう最高な焦点距離、まあ、ポートレートだけじゃなくてもいろんな使い方もあると思うんだけど、個人的にこのレンズはポートレートの多分ベストレンズなんじゃないかなと思います。なので2022年の、多分がっかりのところもキャノン入ってるけど、もう一番ええやつ、一番いいなと思ったレンズもキャノンの 135mmF1.8 にしました。もしかしたら2020年に入ったら実際にそれをちゃんと出てから使って、ちょっともし見たい人がいればちょっとそれの動画でも作ろうかなと思います。 OK、 これでこの動画終わりたいと思います。そして次にアップする動画は、今年2020年の2022年のベストカメラの動画も
後でアップしようと思っているので、ぜひそれを見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてもう一回、皆さんの意見、今年の一番面白いレンズは何だったか、一番いいレンズを自分、皆さんのベスト3、ぜひ下のコメント欄に教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。 OK、 これで、この動画を終わりたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。初めて私のチャンネル見て、そしてまだ登録してない人がいれば、ここまで来てたら一体何してんねん。ぜひ下の、もう赤くないし、下のチャンネル登録ボタン押してくれたらめっちゃ嬉しいです。バイバイ。ゆるこでした。イエー。